12月3日愛媛県総合運動公園ニンジニアスタジアムで第7回かけっこ教室が開かれました。これは子どもの未来は町の未来を青少年育成ビジョンに掲げ活動している松山白崎ライオンズクラブが開いたものです。7回目となる今回は松山市内の小学校から児童およそ600名の応募があり、抽選で選ばれた1年生から3年生150名が参加しました。愛媛陸上競技協会の講師から準備運動、走り方のコツを学んだ児童は50メートル走のタイムを計測しました。今回、7回目になりますこのかけっこ教室なんですけども、松山白崎ライオンズクラブは、子どもの未来は町の未来をテーマに青少年育成事業に取り組んでおります。毎年、応募人数も増えて、今年は600人近くの応募の中の150名です。かけっこというシンプルなスポーツではありますけども、これを通じてこれからいろんなスポーツに取り組んでもらえたらいいかなと思っております。一生懸命走りました。頑張りました。楽しかったです。1位、とても楽しかったです。参加した児童たちはかけっこの楽しさを感じ取っているようでした。